今回はクレーツイオンイオムでシルキーバスを作っていきます。まずは取り付けから行います。シャワーヘッドの交換自体は簡単にできます。ネジに対してまっすぐ取り付けます。このように簡単に取り付けられます。ミスト機能でシルキーバスを作っていきます。このレバーを回すことで水流の状態を切り替えられます。うっすら白くなってきました。今30秒が経過しました。かなり白くなってきています。一応浴槽の底はもうほとんど見えない状態になっています。今1分が経過しました。もうほとんど真っ白な状態でシルキーバスを作ることができました。細かい泡が滞留しています。1分30秒経過しました。少しずつ浴槽が透明に戻ってきました。今2分が経過しました。